から投げてきたが、最後はナイスでした。レフト、レフト、ポレント、大きい。さあ、皆さん大変長らくお待たせいたしました。野球伝来150年記念イベント in 松山、愛媛松山野球王国、日本プロ野球名球会対松竹ロビンス、両チームのスターティングラインのプロ発表です。早速松田岡田の岡田さんに来ていただきました。岡田さん、よろしくお願いします。お願いします。どうも。遅いじゃないですか。いやいやいや、ありがとうございます。いや、今日はですね、本当に私もプレイヤーとして活躍したかったんですけど、ちょっと、はい、なかなかあの体の方が動かず、そうなんですか。はいはい、ただただ口の方が動くんで、ちょっと賑やかに盛り上げていこうという感じで。ただ嬉しいのが工藤投手が投げる。いやー、これはすごいですよ。さあ、ゲームが始まりました。松竹ロビンス、1番はショートの総司ネットとっていうのもね、はい、こうスイッチヒッターならではというような西岡さんの本当彷彿させます ね。さあ、テンポのいい工藤の投球、これは見逃し、ズバッといった。工藤さんはマジやから。2番セカンド長谷川玲奈、背番号315。NGT48 の元メンバー。メンバーで ね小中野球やってた。そうなんですよ。ここはバットに当たりましたが、谷繁へのファールフライということになりました。3番、はい、キャッチャー、ここや、上地雄介、背番号2。雄介、ここは急に声援が大きくなりましたね。10年の松坂世代と一つ学年が上ということになります。さあ、ボテボテのサードゴロ、走れ走れ。サード野村健次郎から一塁の田中幸雄に渡って、これも豪華なキャッチボールになりましたが、さあ、初回工藤公康は松竹ロビンス打線を三者凡退、ワンツースリーで切って取りました。工藤さん、改めて現役引退されてもう何年になります？13年くらいですか。13年でまだあの投球フォームであの球投げれんの？あ、子供たちに投げてるんで。子供たちに投げてるから。今日調子いかがでした？絶好調です。絶好調。ちょっとこの後もまだまだ行く。行きますよ。行く、はい、行けるなら何回まで？次で終わりです。次で終わり、うん、次で終わりでいいです。迷宮回の攻撃は1番センター福留孝介、背番号9。1998年の中日ドラゴンズドラゴンズ、これは打ち取っとこう。よーしゃ、崎山掴んでワンアウト。さあ、そしてバッターは2番のショート宮本慎也です。ショートに飛んだ。ショート総司が、総司、総司、よーしゃー。ゆっくりちょっとお手玉をしましたが、一塁に送って、これで2アウトです。そしてバッターは3番の井口です。昨年までは千葉ロッテマリーンズの監督を務めておりました。これもちょっと泳いだ形となりました。ライト長崎が前進してくるが、掴んで3アウトです。趣味は野球ということで、お父様の影響を受けて大の巨人ファンということです。キャプテンとして松竹ロビンスを率います。さあ、これはタイミング合っているが、ツーボールツーストライクから速い球、外の球をまずバットが空を切りました。尾上、日本の元ソフトボールプレーヤーということです。男子に混じって6年生の時には4番バッターとなっています。スイングアウト、倒れました。これで2者連続三振、工藤は通算3つ目の今日試合三振を奪っています。6番センター坂東彦三郎、坂東が初球打ち、セカンド井口が弾いた。なかなか軟式野球は難しいところがあるのか、名手であるゴールドグラブも何回を取っているが、井口忠人セカンドゴロ弾いてしまいました。7番レフト武井壮、いけー背番号100。そう、武井十種競技の元日本チャンピオン壮武井、わー、ナイススイング。さあ、打っていきます。これはレフトへ切れていきます。さあ、追い込んだ。ここから投げてきたが、最後は見逃して三振。これは見逃しということで、3つのアウトを全て三振で取りました。振らないと。今のは頭のこの辺来たんですよ。そしたらそこからピヨンって減速してストライクゾーン。いや、往年の工藤さんのカーブや、完全にあれは
アレックス・ラミレス。いやー来た。背番号3。外国人としてはね、初めてということですから。あ、これなかなかこの公式ボールに慣れている迷宮会チーム、軟式ボールを打ちあぐねています。捉えたと思っても、どっかやっぱりインパクト感覚が高級とは違う。5番指名打者古田敦也、背番号27。そして古田さんがバッターボックスですね。はい、メモリアルな球場。ナイスボール。いやこれ尾上松也のピッチングいいですよ。いいですよ。いやこれいい勝負になり、なるんじゃないですか。なかなかあんな泳ぐ古田さん見ることないね。これはなんとこれも当てただけになりましたが、ショート宗志が前進。いやいいじゃない、宗志ナイスプレー出ました。日が差してるんですが、ちょっとこのグランドベンチ前で次のイニング投げるのが、マサさん、山本昌宏投手ですよ。50歳まで現役というね。そしてバッターボックスにも鉄腕岩瀬が。そうなんですよ、岩瀬選手が。岩瀬さんがバッターボックスに立つ姿、なかなか見る機会ないですもんね。もう日本代表経験、はい、WBC、オリンピックでもゴロゴロいますんでね。そんな中もじゃあこれ尾上松也は本当にいいピッチングです。いいよいいよ。さあそして日本プロ野球迷宮会はバッテリーが変わりました。はいはい、この回あたりからね、さあサード行きましたよ。さあこういうの大丈夫。小村健二郎さんから一塁に、こういうのです。こういうのロビンス。さあ古田さんがおいおいおいと、守備の名手野村さんっていうねところでしょうか。はい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 。ただ左ピッチャー、さあ初球打ち上げてきた。これはピッチャー山本昌宏が掴んで、ここはワンアウトランナーが一塁と変わります。記念してのイベントになっています。さあソード正面にいいところが持っていた。これは守備がほころんでいる。チャンス拡大となりました。松竹ロビンス、ここは松竹ロビンス大砲。3番4番上地雄介。3番キャッチャー上地雄介。ゴー雄介。さあ行きました。レフト、レフト、超えた。大きい大きい走れ、すごい。上地雄介ランニングホームランあるぞ。さあまず先制点は松竹ロビンス。上地雄介のバットから生まれましたタイムリーツーベース。2点を先制しています。腕の太さなんかは、あーこれはいい当たりになりました。センターが初球からさすが勝負強い。岩瀬さんといえばね、407セーブ、もうストレート宣言。